名倉川河口倉川は沖縄県の石垣島を流れる二級河川。島の西部にある本岳南陸から清流し、名倉案に注ぐ。島内では宮永川に次ぐ長さで、かつてはノーラフーカーラと呼ばれた。上流域には1999年に名倉ダムが完成し、農業用水として利用されている。流域は島内屈指の水田地帯で古くから開発が進み、 下流の神田橋近くには、下田原敷時が出土した大田原遺跡や、神田貝塚、名倉貝塚群などがある。しかし大雨の度に被害が出て放置される多も多かった。ため、県流5年に、初めて河川整備が行われた。また、流域では近年うなぎの養殖も行われている。川口部では1キロメートル以上の細長いさすが、 河口を塞ぐように南北に形成されており、両端の切れ目からメイクラ湾に水が流入する。その近くにはメイクラ橋がかかっている。また、付近の干潟では祭りの時に競馬が行われたという。支流の白水川は上水道の水源であり、近世には四河村が管理していた。川口部は片原、またはアンパルと呼ばれる150ヘクタールほどの湿地であり、 アジア湿地目録に登録されている。ここには、お昼着や、八重山昼着、目昼着、昼着モドきなどからなる、マングローブ林やヨシ類が存在する。林にはここを北限とする耳持ちシダが自生し、野鳥の平市としても知られる。カニや貝類なども生息し、ここに住む14種のカニの生態を擬人化した、アンパルヌミダガーマという八重山雇用がある。八重山東油来季。 三図会場、権竜六年以上、三図会場、権竜三十年以上、ありがとうございます。